溜まってれば SP スキルまでつながっちゃうよ。ペルソナ4ジ・アルティメット in 真夜中アリーナ。ようこそベルベットルームへ。ここは夢と、あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。それではご分を。かわいい七子は誰にも渡さん。鋼のセスコン番長ナルカミユア。どういうことだ。注目の格闘番組実況ラウンド1ファイル疲れてるぞ。俺から真珠クマが降り立った。うわっちゃこうやって波に乗ってるぞ。うわっちゃこうやって大ダメージ気合いするよ。こっちへ全身の一体となるかしら。やりますね。ラウンド2さあこのままやられてしまうのか。いい勝負だ。どちらが勝ってもおかしくないぞ。さあ身を崩すのはどちらか。さあどうだ。いいのも悪いのもまだわからないぞ。Ha!
は大丈夫なのでしょうか。ラウンド2、ファイト。どんな展開になるのでしょうか。さらに追撃。今のは偽クマ。よくここまで勝ち進んだ。ふざけるな偽クマ、お前は何者だ。こいつは俺だと。ラウンド1、ファイト。カウンド1、ファイト。じゃあ僕も殺すはどちらか。ここへ来て波に乗ってきたぞ。勝負は拮抗状態だ。サナギ、ゾロフの試合の流れが続いてきたようです。待って、またもラッシュ。動きが読まれてるのでしょうか。さあ怒涛の猛攻、このままでは終われない。怒涛の追い上げを見せる。この勢いで勝利してしまうのか。両者の差はわずか。盛り上がってきたわね。そろそろ試合の流れが傾いてきたようです。少し余裕が出てきたようにも見えますが、一気にオーバーアート吹っ飛ばされた。こいつ波に乗ってきたぞ。重い攻撃がヒット。まさかこれほどと。俺のシャドウと俺のペルソナは今日前評判通りの結果となりました。リセットか。おっと、ここでやら両者にらみ合う第5回戦。会場は全校のエースさばきが炸裂するか。このまま勝利に持ち込めるか。さあ怒涛の猛アタック、追い込めるか。さあ任せ、このままでは終われない。一撃のヒット。本当に反して遊んでいますね。やはり相手が悪かったのだけど。落ち着け。次のラウンドは大丈夫。ラウンド2、ファイト。おい、調子に乗ってきたぞ。サナギ、ゴーキー、ゴーキー、ゴー、これは気づいた。やめて、キラリの大ダメージ。ゴーキー、パンチ 100% ってことね。すごい試合でした。さて、お両者睨み合っております。6回戦。俺たち以外人がいる。ラウンド1、
間に合ったみたいだな。そして君が。ラウンド1、ファイト。
止められたか。よくぞここまで勝ち残ったくば。ユウこそ男の中の男だくば。ラビリス自身のシャドウ、心の中。ごめんな、ずっと見ふりしとって。うちがあんたを一人ぼっちにしてた。うちなんやね。うちのペルソナ、これで一件落着だね。みんなも無事みたいだし。この番組はご覧のスポンサーの協力でお送りしました。ペルソナ4 The Ultimate in 真夜中。